はい、じゃあ今日はあのあれなんていうんだっけ、一発書きじゃなくて初染め、何やったっけ、初書き、え、何やったっけ、書き染めや、書き染めをします。何書こっかな。あ、ふたばさん、レインボースターありがとうございます。お腹すいた。この毛なんか嫌やな。整わない、整わないトゥデイ。スラッシュちゃうでこれ。やっほー、書き初めします。書きじまいとも言うね、筆すごい、あっち向いてる。私も髪の毛整わない today、 一緒じゃん、イエイ。これをかぶると友達に砂ふきんだねって言われます。ちょっと髪の毛を隠すための帽子。いらんか、取っとこ。さあ、お腹がすいた。今からするのは書き初めです。何しよっかな、何にしようかな。習字はですね、今年習字したっけ、去年かな、あれしたの。あ、みおいさん、レインボースターありがとうございます。やっぱ虎同士ですからね。ウーカの書き初め終わったら寿司食う、いいな。お寿司食べたい。何書こうかな。去年の書き初め何でしたっけ、踊るみたいな書いてなかった。トラ、トラってどんな字。プリスケさん、書き初めってどういう判断基準なんやろ、何グラの1,2,3位って。貯金ってミオンが書いてるやん、丸でいいんちゃう。乱丸の丸。何にしよっかな。トラトラトラ、ふじりんは再構築だったよ、多分練習したやつが置いてある。何にしよっかな。知ってるんや、その曲。昔聞いたことあります。ちょっとね、髪も無駄にできひんからな。ちょっと練習しよう。トラ、私のおじいちゃんがすごい習字にうるさくて、昔小学校とかで宿題出るじゃないですか、その時いつもおじいちゃんの家で習字させられてた。させられてたんですけど、もう筆はこう立てなさいとか、その墨削って色出す時もで、出してそれ使う時もなんかいろんなとこペチャペチャつけないみたいな、いっぱい怒られてた、いつも思い出す。ほら、習字が綺麗な人になりたいよね。
私一回習字習いに行ったことあるんですよ。占い師さんに、あなたは習字してたら家に恵まれるわよって言われて、習字一回だけ習いに行ったけど、なかなか行くタイミングなくて、そっからも行ってない。トラってどんな字だった？トラ、え、どっちのトラなんやろ。ウカンムリ、ウカンムリのトラ。それって意味違うんですか？よくなんか年賀状とかでみんなウカンムリのトラですよね。なんで違うんやろ。なんでだろう。あかん、筆の使い方めっちゃ下手くそや。練習ですよ。練習ですからね。ファントムさんありがとうございます。何にしようかな。2022年、味があっていいですか。ありがとう。よし、じゃあやった。もう、うん、めっちゃ傑作慈悲のが、うん、私はこれ練習やから、うん、これあ、めっちゃ下手やなひどい分かってるよ。ごめん、正直に言っちゃって。練習だもん練習だもん。みんな川上千尋が悪口言ってくるぞグサって書かれてる私の代弁してくれてる。グサ。じゃあここであれを書いちゃおっかな。素直な良い子今日は賑やかでございます。その筆でハワー君の絵を描けば OK。 私はね、絵が得意なんで。あ、また来たまた来やがったなそれが本番？これ、うん、本番になるかもしれへん。めっちゃおもろい遠回しにいじってくる。あ、でもトラやから。コジリンこんな感じ描けるの？絶対調べたわ何回も練習した絶対。じゃーん、トラ。うん、なんかさ、うーちゃんと私のピースの時にさ、うん、トラとこれ合体したの描いたよな。描いた。あれ、めっちゃ自己満、自己満っていうか上出来、上出来上出来上からやな上出来やで、言うて喋らったことあるトラですよ、これかわいい。かわいいって、慈悲が。でも私はね、やっぱあれにし、今何枚も消費してお腹すいた。お腹すいた。サメボー
すごい、これすぐに墨がなくなんねんけど、うん、筆の問題。そうじゃん、めっちゃ吸収するんかな。でもさ、昔の人とかすごない、なんか一、うん、回つけただけでさ何個も書くやんか。確かにシュシュシュってな、うん、でもこんな一気に使わへんやろな、もっとちょっとずつ使うやん。なんかベトって書いちゃうもん。あ、なんか毛先だけでみたいなこと。あ、そうそうそう。おお。なんかそのかすれ具合がいいな。いい？うん。ほんま？味。ちょっとこれ見せんのもまだにしようかな。え、どうも、これ綺麗字。でもこうなってるよな。ちょっともう一回描こう。ああもうバレへんように全部捨てるから。全部入り出そう。ダメ。いっぱい使ったことは言わないでください。ツイッターに書いときます。やだー。みんなダメだよ。やっぱあれやな、半分で描いた方が綺麗に描ける、うん、よし、じゃあ次いきます。聖書。うわ、ちょっと待って、誰かボールペンあるってことはさ、これ絶対下書きしてるやろ。破れるやろ。破れるか、怪しいな、誰か。いきます。よし、ちょっと実況させていただきますと。はい、お願いします。紙コップです。まずここ、紙コップなのに本番なので、なんか息をするのも忘れるぐらい背筋を伸ばしてます。そしてそのまま垂直に筆を下ろして書き始めました。お、加藤優香先生。噛んだ。あ、お、すごい、肘上げてます。肘上げスタイルです。あ、よし。パッと見なんかじゃーん。うわー、みんなきっとポカーンってしてるやろな。え？感じでもないし。コメントが遅いから。そう、ヨガです。ヨガお題。待ってお題、2022年の抱負を書き初めで教えてください。まあまあまあ、うん、抱負です。ヨガが抱負です。ヨガが洋風です。洋風です。ですちょっと頭働いてませんが、これは来年私が決まってよかった。決まってよかった、よかった。
やばい、名前書くとこがもう下の方になってしまった。てんよがる。虎の字は何やったん？練習です。よがるってなんかよがる、意味わかりますよね。アバターいただきました。おお、こちらこそありがとうございます。コメント失礼？なんで？なんで？え、そうなんですか？え、どういうこと？一人よがりみたいな。え、ほんまに知らんねんけど。ダメなの？じゃあルーナシバージョンにしよう。みんながみんながそういうこと知ってるからですよ。それは私知らんから、ほんまこのまま行こうとしてたけど、まあでも教えてくれてありがとうございます。何がそんな禁断ワードだったんだか全然ピンときてませんが、あ、トリコ坊主さんありがとうございます。ケンイチマルさん、レインボースターありがとうございます。ふう、半紙使いすぎたからありでいいよ。よし、じゃあ書くぜ。わあ、ほのちゃん、なんだこれ、天ぷら？美味しそう。何にしようかな、何がいいかな、ちょっとまた考えよう。ヨガじゃなくてもいいんかい。いや、抱負ですもんね。抱負はもうね、ヨガがいいんですよね。じゃあ英語で書いちゃおう。いやでも英語で書いたら4文字やから、おお、なんかいい感じに書けました。何年何組にしよう。もうこれカスカスなる。
できたできた。さっきより綺麗。はい、じゃあ私は2022年の抱負はヨガ。これでいきます。ルーは書きません、みんなが反応するのでまあなんでヨガかは来年お楽しみに。ル抜きでいきます。ありがとうございます。はい、じゃあね、もうそろそろ終わろうかなと思います。一瞬なんですけども、ね、もうこれが年内ラストかもしれないですね。ルー付きのやつ買います売りません。シェアさんありがとうございます。はい、じゃあランキングを読ませていただきます。13位トリオオヤジさんありがとうございます。12位 B ショップさんありがとうございます。11位あやちゃんありがとうございます。10位手巻き寿司おさん美味しそうありがとうございます。9位トリコ坊主さんありがとうございます。8位真央さんありがとうございます。7位ビョンドクさんありがとうございます。6位ミャオイさんありがとうございます。5位メッシュマルさんありがとうございます。4位ショーバイさんありがとうございます。3位ファントムさんありがとうございます。2位名古屋さんありがとうございます。1位ケンイチマルさんありがとうございます。ギフトもありがとうございました。じゃあ皆さん年末楽しんでください。じゃあねー。